いやギャップ萌えの人って魅力的ですよね。わかるにょん。男らしい人に可愛らしい一面とかあったりするとなんかドキドキするにょん。え？マジで？それじゃあ、マリオカート実況の撮影始めますか。それで、今回のカートコンセプトは決まっているのか。それが決まってないんですよね。何回いいカスタムがありますかね。読んだ？あ、ドンキーじゃない。何かおすすめのカスタムとかある？いやいやいや、まずこの用紙に突っ込もうぜ。明らかに乗っているカートおかしいだろ。あ、気づいちゃった。実は最近巷でギャップ萌えというやつが流行っているらしい。いや、ギャップ萌えを狙ってたのかよ。別にでしょ、俺だってモテたいんだよ。あ、うん、なんかごめん。ということで今回のカスタムは、男らしいのに可愛い一面もあるよ。ドキドキドンキーのギャップ萌えカスタム。なげえわ。てかどんなカートカスタム名だよ。それじゃあレースに行こうか。さあ始まりました第1レース。コースはハイラルサーキット。なんかお前のキャラだけでかいな。まあタイヤがでかいから全体も大きく見えるんですよね。てか早速グダルのやめてもらっていいですか。なんか無駄に SS 拾っちゃいましたね。いや SS はスクショの略じゃないからな。あ、これやばいかも。あーセーフ。いやいや全然セーフじゃないだろ。キノコがなかったら落下してたぞ。まあこれもドキドキハラハラ感の演出です。あーうん、これでさっきのは狙ってないとわかったわ。いやお前ちゃんと画面見てる？失礼な、私はちゃんと画面をゼロ距離で見ていますよ。それが原因じゃねえか。画面をゼロ距離で見たら何も見えないだろ。そうこういううちにもう一周目の終盤に差し掛かりますよ。もう一周目が終わるのにお前順位下の方じゃないか。まあまだまだこれからですよ。アイテムもキノコが4つもあるのでショートカットして上がっていきます。そううまくいくのか。まあ見ててくださいよ。この先のダートをショートカットしますから。ショートカーっと。ってなんでお前ショートカットして順位下がってんだよ。いいじゃないの。いやよくないよ。ただいまの順位は9位。ここはキノコを使ってでも少しは前に行きたいところだね。おお、なんとか7位まで上がったな。ここはキノコを1つだけ残してアイテムを交換するよ。なんでアイテムを1個残したんだ。それは次のところでショートカットするためだよ。次のショートカットはこのコースで一番差がつくところだから絶対行きたいところだね。なるほどな。それじゃあこれで順位を大幅に上げるよ。おお、一気に上がったな。このまま1位まで上がっちゃうよ。あーダメダメ。なんか今いなかった。被弾して8位で3周目に到達。1位とも結構離れてるからそろそろ上がりたいですね。でもマリカは最後まで何があるかわからないから面白いよな。確かにサンダー回避とか決めたら1位全然あるよね。それは逆のことも言えるんですけどね。何やってんだよ。順位どんどん下がってるぞ。やばいやばいやばい。ここはアイテム。あー本当に何やってんだよ。自分から落ちてる赤甲羅に突っ込んでいくやつがいるか。やばい順位が。順位ってお前ほぼ土下じゃねえか。アイテムも全部使い切っちゃったし、もうこのスターで上がりきるしかないですね。つまりもう無理ですね。おいってことで今回のレースは11位だったな。お父さんもあったし結構きつかったな。マリサ、次のレースで絶対挽回するわよ。さあ始まりました第2レース。コースはルートしていい。このコースはどんなコースなんだ。このコースは光る床でコインを集めるから積極的に10枚まで貯めたいね。おお、開始時の順位が低かったからもう10枚あるな。あ、ダッシュ版乗り損ねた。何してんだよ。いやこれはみんなにダッシュ版を乗らないと遅いって伝えたかったんですよ。反面教師ってことか。それは反面教師な。赤甲羅は防御用として一応残しておくよ。確かにここで投げるメリットがあんまりないもんな。この赤甲羅はこの先のショートカットする直前に使うよ。みんなキノコを持ってんな。やっぱりみんな考えることは同じですね。ここで赤甲羅を投げてキノコでショートカットします。おお、順位が上がったな。ジャンプアクションが入らなかったけどまあいいでしょう。一気に4位まで上がったな。これは1位全然射程圏内ですね。2周目に入ったな。なんか前が被弾していますね。お、これでベスト3に入ったな。今いい位置だから青甲羅とかも来てほしいですね。それか1位と2位でうまく潰し合ってほしいですね。ニンニクの薄皮を剥き、縦半分に切ります。包丁のアゴを使って芯を取り除きます。切り口を下にしておき、包丁の刃先を奥に向けて腹を乗せます。左手で上から体重をかけて押さえ、少し崩れるくらいに潰します。うん、それニンニクの潰し方だな。マリサ、2位に上がりましたよ。ってお前今めっちゃいい感じじゃねえか。2位でクラクションを持ってるのでいい感じですね。ここはニスクを挑戦してみます。
ってお前大丈夫か？チャンスは、掴むためにあるんですよ。嘘だろ？クラクション持ちで1、そして3周目に突入。これは圧倒的有利を勝ち取っているよ。青コーラも1回防げて裏に赤コーラもある。ってめちゃめちゃいい感じじゃねえか。ここはこのまま逃げ切っちゃうよ。ダッシュ板しっかりと乗れよ。もうマリサ、私がダッシュ板を踏み外すわけないじゃん。え、全然踏み外してたよね。3周目後半になって1、追われる側になってジェリーの気持ちがわかりますね。まあいつもトムに追いかけられてるもんな。そろそろ終盤に入りますよ。このままサンダーとかなく、何事もなくゴールしたいな。ここはしっかりとイン付きをしていきますよ。追いバナナがあるぞ。おっと危ないですね。気をつけろよ。ここは堅実にプレイした方がいい。勝負じゃー。おいー。なんとか成功したよ。ニスクできたおかげでまだ1位だな。ここはここでサンダー。やばいやばいやばい。早くゴールに急げー。よっしゃー。やってやりましたよマリサ。おう、最後のショートカットに挑戦したおかげで1位を死守できたな。レース内容は結構良かったんじゃないか？そうだね。それじゃあ締めようか。ご視聴ありがとうございました。他にも色々な動画を投稿しているので見に行ってくれたら嬉しいです。それでは次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。